立浪監督エラーに対して小声で何かつぶやく。怖すぎて草、ぶつぶつなんか唱えてる。表情も怖い怖い。立浪監督、後で監督室に来なさい。ちょっとニヤニヤしてるけど、目が笑ってないのが一番怖い。数年前までなら椅子とか蹴り飛ばしてたかもな。平和に感謝。すまん、リュークって人守備の人ちゃうん。守備重視で打率に目をつぶり、リュークをスタメンにした結果がこれ。そりゃあんな怠慢プレーを簡単にやってたら立浪さんも切れるよ。打率1割で使ってもらって、あの半端なプレーはこの顔にもなる。エラーの内容がひどすぎるわな。でも二遊間一気にクビにして、若手に無理やりチャンス与えた側の男がしていい顔ではない。あれは立浪 A がしたことで、立浪 B には関係ないから。ミスじゃなくて実力不足でしょ。健太とか坂本なら普通に果ててたと思うけど、逆シングルで取りに行く選択肢がない時点で、ゲッツーは無理。打てない守れないで、とても一軍レベルに達してる選手に見えない。強打の方が 1.5 倍増し。割と誤差で草。若手中心の再建チームやからな、我慢しないといけないところもある。ぶっ壊れてるのは一目瞭然だけど、立て直してるようには見えないぞ。債務まみれで草。若手を使って着実に育っているのが日ハム。ただ、若手を使っているだけなのが中日。中日はなんで強打放出しちゃったの？そりゃバトフェしてなかったからよ。今安倍と強打いたらクソほど助かってたろうな。今季もお疲れ様でした。